フレンシュロンは、フランスによる通信防需、監視システムとその組織のことである。名前の通り、フランス版エシュロンであり、エシュロンに対抗して作られたと言える。フランスの独自主義外交は、ナト o とも一定距離を保つなどしたことから、情報活動の進歩において影響を与えた。イギリスがアメリカと極めて密接な情報の相互、協力関係を築いて、 アメリカのみが持つ巨大な気候によって獲得された情報を得ることができるのに対し、フランスはその情報を得ることはできなかった。冷戦時代が終わる頃には、フランスとアメリカの情報能力の差、特に資銀とと移民とについてのフランスの遅れが明らかなものとなっていた。冷戦後のヨーロッパと世界の情勢は、通常戦力と核戦力は削減しても、情報戦力の増強は、 急務とする認識を強めるものであった。独自外交を使用にも独自の情報がなければどうしようもないからである。エシュロンの存在が周知の事実となったこともこの方針を強めた。フレンシュロンは軍事衛星による偵察、衛星と各地の施設による通信防およびそれらの解読分析からなる。90年代の半ばには 冷戦終結時の軍事衛星や通信に関する予算が倍にされ、近代化、増強が図られた。より上位のフランス対外治安総局の企画のもと、フランス軍事偵察局が主に運用を司る。フランス軍には情報旅団があり、彼らは実際に作業に携わるフレンシュロンの担い手の一部でもある。ドンムの施設の様子フランス政府がフレンシロンの 存在を公式に認めたことはなく、今後もしばらくはないと思われる。エシュロンがそうであるように、フレンシュロンも経済情報収集に力を入れており、ただでさえ、欧州連合によって製品企画制定の主導権を失ったりしている、昨今、日本企業にとって警戒すべき存在である。フレンシュロンは、実際にはその能力はエシュロンにかなり劣るものと考えられている。 何より規模が小さく、そこから来る差はやむを得ない。エシュロンのような多国環境を有が行えないことは、それ以上にフレンシュロンの能力を限定されたものにする。フランスはイギリスに宗派を送っているようであるが、現状の能力ではイギリスにとって、アメリカからフランスにパートナーを移すメリットがない。むしろ警戒もされている。ただし、テロ情報については別で、 その共有体制は欧米諸国でかなり高度化しており通信傍受で得た情報が盛んにやり取りされている。衛星部門についてフランスは興味深い体制でこれを運営していこうとしている。ヘリオスと呼ばれる衛星シリーズは欧州の他の国に呼びかけて資金を負担してもらい代わりに衛星で得た情報を供給することになっている。これは フランス単独では、もはや十分な衛星を打ち上げ、運営していく資金を負担しきれないからである。はじめドイツとイギリスに共同開発を申し入れたが、拒否される。イタリア、スペインと資金を分担して成立した。やはり、ドイツと共同で計画され、一時合意したが、後に飛んだ。ベルギー、スペインと分担して成立。ドイツと合意に達する。イタリアも、 独自の保有計画を修正して再参加。ギリシャ参入。ヘリオスは偵察衛星としてだけでなく、資源と機能を付加して衛星通信の防止を可能とした。その能力は段階的に上昇していると見られている。ありがとうございます。